I'm not sure. I know, right? Oh. <笑>大事な人から見たいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。 お前のケーキが伸びなければ、今頃盛大にいて迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく、寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいると、お前の笑い声が聞こえた気がして、振り返ってしまう。家族のかけた家の虚しさは、親にしかわかるまい。 親は子がいて、初めて親になれるんだ。<笑>一日も早く、振り返って俺の前に、お前の姿がある日を待ってる。 <笑>出所した日の晩は、あの時食べられなかった北京ダックを食いに。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずに、バカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。 お待たせしました。カツが一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。<笑> Please, bro. He fell on one, apparently. Ma, then, Botai Hono Smitskin or Kibishku not Terkarana. Demukai or Hikarino Muri or Nisa. Weaven Shung a Kokusha de Demukai Nante, Mukashi no Hanashida. Tegamini had Chanto Kaita at Tanskedone. Saikin Amina Sonamundazo. さあ、早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。 18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとは、たまげた精神力だな、春日一番。誰だ、てめえ。神奈川県警。うん。 でか、昔はな、今は死がない免許センターの職員だ。もう定年も間近な。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。<笑>そうじゃない、俺はお前に用があってきた。<笑>なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。
へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。わかった顔して喋るんじゃねえ。あんた、俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち。町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ。I guess he knows. 店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。He knows it all, in fact. その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後、同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日、神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日、刑期満了で出所。He even counted the time! へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい。あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ。俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。It does. でも、俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ？意味がわかんねえ。勝手にしろよ。Yeah, but don't let him play puzzle games. Oi, Neja. Nanda, you're great. Corey, punch, Janeta. Sumimasen, punch, Baba, not even look at him. So, do you have to go to Nakata?どういう顔で親父にやったらいいんだよ、これ。なんだよ、お前その頭。うるせえ。手の悪い店に当たっちゃったんだよ。んなことよりおっさんなんなんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が来るまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。Oh my god.He got that fro. Aww. どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森。That's the first thing he. Well, the second thing he does. 鈴森。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。Right. おお。でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されて、むしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれた奴がやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。Second. 別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。
なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく？本当は誰がやったんだ？俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ？俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。I know that hat. Oya-san, Arakawa. Nae, omae. Are, Arakawa no Oya-san da yo na.あれ、どことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出張してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。おい、てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら手作で行かせてもらうぜ。 Damn right we will。 真の急ぎなやつやってやるぜ。俺の番だな。This one probablyNot the inappropriate gesture. What?Bullied. Okay. Ooh. Do you think he's okay? Konai na koto shite. Hey. Mada de sumu to. Mada yan no ka. Yose Kasuga.わかった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。Don't give me that look. You get lost. 話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。カツが一番です。どうして。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。
おやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって、しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするな。違う、認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまった。覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。そうだ、どうした？親さんは何しにここに？墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。That's not the way to the grave. 墓の前にいたじゃ、俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。Yeah, it's a different grave. 墓の前で親さんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか、やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の？なんで親さんがそいつの墓参りを？しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ、あのな、おっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。いや、東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。メン。今荒川組は東条会じゃない。なんだと。荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2。Second in command even。若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やね。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。I wonder why though。 だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けてカムロ町産経作戦。産経作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。で、警視庁の敵が詰めるガサ入れで、主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に打った。んなバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。
お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？皆さんが海に寝返る。登場会が壊滅？つくならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。大海の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。No? 俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。I had the same clothes on, dude. お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車はどこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。Yeah? 横浜だよ。はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。 Well, you got business. なんだよ、用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行けば神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい、カスガ。おめえが協力しないってんなら、いくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。Pretty sure that's illegal? はぁ、脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。てめえなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。こんな孤独がなんだっつんだ。おれ。バカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。え、what? お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。わかったわかった。芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々、横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ。傑作な話だぜ。は、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。I'm still amazed how they managed to make two amazing main characters, both with Kiryu and with Kasuga. Actually insane. And both are so different too, I love it. We actually made it back. A little bit impressed. He isn't though.They do!That's me every time I go outside too.
Everything's different. Stop by the op. What? Why did it turn us around? Ah, yes, same violence. Sorry, lady. Yeah. Looks like it, but, ちょっとあんた、何してんだい？おちゃん、ここに入ってた事務所はどうした？事務所？ここ、前はガールズバーだったよ。じゃあ、その前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前は…フィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい？おお、荒川組を知ってんのか。そりゃ、カムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今、その荒川組はどこにあるんだい？探してんだよ。さあ、どこだろうな。でも今時、薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。 That's fair. そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい？なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。Oh, no. 情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。She was really old?Itchy boy. Precious. Precious soul. Maybe I should save, huh? Oh boy.あれ、ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。She's alive? 今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？ええ。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん。いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけ。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ？ああ、いいか。組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ。近江連合。なんやこれ。あれどこのもんや。